HSV-010 は、ホンダ技研工業が、NSX の後継車種として開発していた、スポーツカー。試作車のみで量産されず、発売に至らなかった。ホンダスポーツベロシティの頭文字を社名としている。HSV-010GT は、開発中の HSV-010 をベースに、して開発されたスーパー GT GT500 クラスに参戦する、レースカー。 初代 NSX の後継者として、アキュラブランドで2010年の発売を予定して開発されていた。当初は次期アキュラブランドの頂点と位置づけられていた。HSC をベースに開発されていると一部で報道されたが2005年7月にホンダの福井武雄社長は記者会見の席上で NSX 後継者を新たに開発中とした。2007年1月に 米国ミシガン州デトロイトで開催された北米国際オートショーで次世代スポーツカーのデザインコンセプトアキュラーアドバンストスポーツカーコンセプトとして披露2008年6月にニュルブルクリンクで走行テストが行われたエンジンは V 型重気筒を搭載する予定でバンク角は90度最高出力は4 0 5ット、燃費向上及び排出ガス規制適合のために 変バンクを休止する、気筒休止機構を採用していた。また、後輪駆動をベースとした SHOD を採用していた。2008年12月に、世界的な景気悪化に伴い開発を白紙化することが発表され、開発が中止された。2009年に、後日のスーパー g t 用マシンが発表された際、そのベース車両として、 HSV-010 と名称が発表された。HSV-010GT は NSX GT の後継車種としてスーパー GT に2010年から2013年まで参戦した HSV-010 ベースのレース専用車両である。HSV-010GT は日本自動車連盟より JAF GT500 基本車両資格登録の承認を えており3 4ル v 8 f r レイアウトとし2009年からのスーパー GT 車両レギュレーションに準拠している。エンジンはホンダがフォーミュラ日本用に供給している HR10E をベースに GT 向けにチューニングが施された HR10EG が搭載される。排気管は8から4から2から1集合レイアウトを採用しており、 フォーミュラカー的なカンダ音を出している。2013年仕様からは、排気管レイアウトの変更により、従来のカンダ音から、低めのエンジン音になった。プロジェクトリーダーである、タキケイノスケによると、HSV-010GT は、NSX GT を超える究極のコーナリングマシンを目指したとのこと。操縦性について、レーシングドライバーのラルフ・ファーマンは、アンダーステア、 オーバーステアがゆっくりと出るので運転しやすいと語っている。ベース車両が市販されずに終わったマシンは GT300 クラスでは複数例あるが GT500 では HSV が唯一である。シャーシーエンジン対アイコール B、ブリジストン D、ダンロップ M、ミシュラン。ありがとうございます。